じゃーん。じゃーん。ケゴン団子っていうのをね、うん、買いました。じゃあ立ち入り禁止と一緒に撮ります。滝に映ってる？お団子。滝どこ？あー、いた。ここ涼しいな。ね、いい感じ。紅葉もいい感じです。食べて。美味しい？美味しい。甘じょっぱくて。兄ちゃんが食べました。めちゃめちゃ団子美味しいです。美味しい。めっちゃ美味しい。うん。もちもち。じゃあちょっと歩こう。うん。空港の滝です。すごいよ。外人さん多いです。見て。すごい綺麗。ね。紅葉もすごい。紅葉も。じゃーん。スイトン買いました。すっごい美味しそう。姉ちゃんが食べたいんだって。食べたいんですよ。もう椅子が低すぎて俺いつになったら椅子に座るのかなと思って怖かった。座るまで。低いよね。誰かに取られたかと思った後ろ。よく学校でさ、そう、なくなるやつかと思った今、ドッキリかと思ったよ。ドッキリかと思った。じゃあ食べて。うん。ちょっと食べてみる。すごい美味しそう。どう？うん。美味しい？美味しい。じゃあいただくね。美味しい。見てこれ。すっごい綺麗な色です。紅葉ってこんな感じなの？なんかすごい、うん、ここだけなんだよね、すごいのね。ズバ抜けてる。ズバ抜けてる。すごいよね。じゃーん。なんだっけ、日光。日光。2個だよね。華厳の滝の近くの通り道です。でね、おすすめのクレープ屋さんがあるから歩いてきたよ。あ、ここだ。ここ。これ食べよう。食べよう。どれがいい？これだよ。これだ。これだね。どれがいい？どうしよう。美味しそうな。なんかこっちがいいかな。どれ？カプチーノとか。あ、普通のカフェ？うん。いいよ。ね、なんかめっちゃ美味しそう。いいよね。どうしよう。そっちのさ、パフェとかもそう。うん、気になるよね。なんかどれも気になるね。美味しそう。なんかただのベルギーチョコも気になっちゃうんだけど。うん、めっちゃ美味しそうだな。じゃん。見て、美味しそうでしょ。名前忘れちゃったね。ダブルブルーベリーチーズケーキとバナナブラウニーみたいな名前だったよね。だった。じゃあ食べたいと思います。美味しそう。姉ちゃんの方が美味しそうだよ。ちょっと食べてみるね。どう？うん、美味しい、うん、美味しい、うん、アイスなのそれ。チーズも美味しい。なんだろうこれ。食べてみて。チーズ。あ、美味しい、ね、うん。チーズアイスみたいな。うまっ。これ絶対うまい。ありがとう。はい。ありがとう。どう？ただの生クリーム。怖い。あー、やだ。蜂が来た。うんうん。チョコ美味しいです。うん。バナナです、はい、なんか大きい。はいはいはい。美味しいね。うーん、どう？美味しい。甘い。うん、チョコレートケーキ。うん、美味しいね、うん、チョコブラウニーで。ちょっとこの前いっぱい食べます。うまい。あー、これ何個？修繕事故？これそうそうそう、合ってる合ってる、はいね、すごくない？綺麗ですね。
綺麗ですね。綺麗です。もうこの帰りこの渋滞にはまるのちょっと怖いんですけど。怖いね。怖いよ、もう5時間運転したよ。5時間。またこれ帰り5時間だったら10時間強で運転しちゃうんだけど。助けてください。さ、山にね、うん、囲まれちゃってるからさ、強制であの一通を通るんだもんね。そうなんだよね。他の道がないのが辛い。生クリーム食べ過ぎたらお腹壊さないように気をつけよう。そうだね。あとであそこで、ね、痛くなったらさ。地獄だよね。やばい、臭いな。湯葉かな。臭い。湯葉って匂うの？湯葉匂うよね。あ、そうなんだ。匂いみたいな匂いする気がする。ねえ、コーヒー飲みたい。はい。苦いの。なんか甘すぎても、ね、口の中が。あ、すごい。なんて書いてある？G7日光だ。G7 日光でやったことあるんだっけ？そうなんだ。ね、すごいこれ。日光って。いい。ちょっと写真撮りたい。すごいね。ちびっこたち可愛いけど。めちゃくちゃ逆光ですね。すわ、あんなに遠くまで行っていてるけど、本当怖くないんだ。そう、なんかさ、怖いよね。こんなに遠い。姉ちゃんのお母さん、ありがとう。自分のお母さんに買ったよ。私もいろいろ。いやいや。はい、しんちゃんのご両親に買いました。またこれ職場の方にです。届けるからね。届けます。じゃあ一番人気の餃子コロッケ。餃子コロッケです。結構大きいよ。食べまくり。食べよ。寒いからね。振り出し戻ってきました。ね、食べよ。うん、おいしい？でかっ。まだ普通の、あ、ん？大きいね。ちょっと座りたい、姉ちゃん。うん、まだ。座りたいよ。まだちょっとじゃがいもだ。ああ、まだじゃがいも。餃子っていうのは分かってないけど。分かってない？湯葉ラーメン食べたいな。なんか美味しそうだったね。うん、そこ座っちゃダメ？座ろっか。いい。